スサノコ山ザスサワンは山口県萩市にある日本海に面する昭和湾。国の名称及び天然記念物に指定されており、北長と海岸国定公園を代表する景観の一つ。湾の内部は穏やかな入り江が見られる一方で、外部は断崖が連続し、特徴的な島模様で知られるスサホルンフェルスがある。スサワンの一帯はもともとなだらかな平地面であったが、 地表面の沈降によって窪地は入り江となり、丘陵、山地部分は溺れ谷となった。現在は変化に富んだ複雑な入り江が見られ、湾内には7つの入り江があり、海上には大小70以上の岩礁が見られるため、西の松島などと呼ばれ、親しまれている。一方、海上に浮かぶ大島、中島などは、日本海の荒波による激しい侵食を受けており、 謙診な崖となっている。湾の外縁部も湾内部の穏やかな入り江とは対照的に謙診な断崖が見られ、中でも屏部岩は高さ100メートル級に達する。観光開発が進んでおり、キャンプ場が設けられているほか、ダイビング、プレジャーボートなどのマリンレジャーも盛ん。また、穏やかな入り江は古くから工業場としても知られ、釣り客が多く訪れるほか、湾王には、 スサ漁港があり、イカが名物となっている。この漁港では毎年、花火大会が行われ、多くの見物客を集めている。スサホルンフェルス、スサワン王から北に5キロメートルほど進むと、海岸沿いに見られる海食がけ。スサホルンフェルス、または、単純に、ホルンフェルスと呼ぶことも多い。 ホルンフェルスとは変成岩の一種であり、マグマの熱などによって、砂岩や血岩が新生岩と接触変成したもの。2007年、日本の地質百選にスサホルンフェルスとして選定された。大断崖ではあるが、断層ではないため、大断層の故障は、地質学的には誤り。畳岩は、灰色と黒色の島模様で知られ、一体を代表する景観である。 これは1400万年前に、砂岩と結岩の孤層が半霊岩マグマの熱によって、再結晶化して生じたものである。近くには、標高532メートルの鉱山があり、菅湾を一望する。高山は、磁石石で有名で、1936年に、菅鉱山の磁石石として、国の天然記念物に指定されている。大田洋子ほか日本列島の地形学。 ISBN 978から4から13から062717から750ページ、猪木幸男課長、日本の地質7中国地方 ISBN4 から320046145、ーズ中国地方各県の行政区画と地質名書。ありがとうございます。